皆さん、こんにちは、まなだめです。今回は3名のフラワーデザイナーに、ユリの送り方、飾り方、演出方法などを見せていただき、商品としてのユリ、フラワーデザインの中のユリを実験、研究、考察するといった工程でございます。題して、ユリラボ。動画をご覧になった方が、真似してみよう、実験してみよう、ユリを使っていただけるヒントになりますよう、精一杯努めさせていただきます。そして今回、フラワーデザイナーの他に2名のコメンテーターの方をお迎えをしております。株式会社南関東花き園芸卸売市場、三浦龍さんです。よろしくお願いします。フローリスト馬場、馬場博久さんです。馬場です。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、こちらの2名に、ご意見、考察を伺いながら進めさせていただきたいと思います。それでは、今回の実験を担っていただきます3名のフラワーデザイナーの方をご紹介をさせていただきます。株式会社花笠、河野誠一郎さんです。河野です。よろしくお願いします。花火より井出崎徹さんです。ダブルポップのギフト、よろしくお願いします。株式会社飯島製菓店、飯島俊秀さん。飯島です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回の課題は、ユリを使ったご自身のお店で扱う商品、アートに偏らず現実的かつ挑戦的であるということが今回の条件でございます。三者三様のお店ですので、実験作品完成後に順次制作者に商品価格、ご用途、その商品に含まれるストーリーなどもご説明いただき、研究考察していくといった流れになっております。自分にとっては当たり前、他人にとっては完璧的、何が起こるかユリの化学変化。それでは実験考察、ユリラボスタートです。このお三方、今年2022年のジャパンカップ出場者と出場選手が揃ったということでございます。そうですよ。河野誠一郎さんはクイーンズカップの、優秀者でございます。井出崎さんは、シードを持ってます、全国3位だったものですからね。でこちらは、スルーして入ってますね。入ってます。そしてこちらの飯島さんは、神奈川県代表で勝ち残っていったと、勝ち進んでいった方ということで、代表者もあるんですね。そうです。で、もっと言うと河野誠一郎さんのところの、従業員さん、椿さんって女性がいらっしゃるんですが、はい、今日は彼女はアシスタント入ってますが、こちらの方は神奈川県の代表選手ということになっておりますので、はい、そうなんだ。河野さんいっぱい今いろんな指並べてますけど、今何をしてたか、これだってそこまで言ったらつぶいけでしょ。つぶいけなの。つぶいけでしょ。違います。飯島さんの方がもう指が入っていますけども、飯島くんね、なんか普段やっぱりこうイベント的な仕事が多いんですよね。ユリを池込めで出てましたよね。両手出しが始まりました。きっとこの辺にワイプが、はい、リンクが出てくると思います。そういう馬場さんもですね、11万回回ってますからね。ワイプいいです。そうですよ。飯島君のところはちょっとその出す要因がちょっと違うじゃないですか。コンサート会場とか、そうですよね、でファンの方がお金いっぱいを出して、うんうん、じゃあもう今見ただけでもユリがいっぱい、そうですね、もうあそこで20本使ってますからね。あ、もうすごい数えました。はい、大体あれでもう2万円ぐらいいっちゃう。で、まあちょっと次移りまして、今度、はい、コンサートいっぱい今いろんなユリ並べてますけど、真ん中の絞りが入ってるのあれは何ていうの。あれは、スイートガニカという、LA の感じですね。LA って割とホテルの受け込みとか、温度が高い、ホテルってやっぱり温度高いじゃないですか。もちろんいいんですよ。
取られる方はいらっしゃいますけども、ね、やっぱあるとアクセントになりますからね。そうですね、綺麗ですね。やっぱりないとちょっと間抜けちゃったり。間抜けですね。いやでも綺麗。でも最近あのノンパウダーっていうんですか、あのかおしべはあるけどパウダーがないっていうか、花粉が深い、ね、バンドーム、バンドームですね、ベンドーム、バンドーム、バンドーム。井出崎さんのところは町のお花屋さんなんですよ、うん、ですよね。やっぱりこの飯島さんと河野さんとはまた違った仕事をなさってる方で、うん、やっぱ彼の持ち味もやっぱりこう緻密に計算された、よく計算してますね。そうですよね。会社を使ったの、うん、本当によく目立ちますよね。見せ方知ってます、知ってますね。居合の家とか好き、うん、大好き、大好き、うん、大好きだけどあんまりリンスいらない。あ、どれぐらいがやっぱり、うん、2,3 人、何が一番いい、市場さん的に引き合いとかどうですか。そうですね、やはり生産者さんはやはり上位等級を目指されてやっぱり作られているところもありますけども、やっぱりこの三輪クラスっていう三輪二輪、うん、まあ一輪まで含めてやっぱり輪数の少ないものの人気というのも高いですし、需要もすごく高いのがやっぱ事実です、うん、で私たち今市場リリーアンバサダー協議会というのをやってるんですけども、うん、まあ、そこでも推奨していく、ビリーっていう企画をやっていまして、東海級が70センチのやっぱり3、4輪クラス。ああ、いいですね。あのスタンドバナーがちょっとここから見てないんですけど、実はハート型になっているようなんですよ。輪郭を指で取ってる、うん、そう、輪郭をね、指で取ってるんですけど、でね、前ね、ユリを生け込めっていうのが出てきました。見ました、はい、でね、あの輪郭を彼はアウトラインを取るのを指で取ってるんですよ、はいはいはい、だからね、ものすごい本数使うの、はい、あの要はね、サンドバナって運ぶじゃないですか、はい、それで長く受けてるから、うん、どうしてもあのずれるっていうか、うん、他の花だと例えばポキッて折れちゃったりする、うん、カーネーションとかでポキッて折れちゃったりする、ユリって割とそのまま輪郭取っていくと、うん、あのしっかり咲いてくるし、輪郭がはっきり分かるんですよ。だから時間の経過もまた楽しめる。そう、それも楽しめるし、ね、あと耐久性もあるし、あれね、セオリー的には本当は紫って真ん中に入れた方が安定して見えるんですよ。あ、でも、うん、あの白を引き立てるのに真ん中に白を入れて輪郭を紫で取ってるから、あの安定感も逆にあの出るんですよね。これ折れたやつをそうやってピックに入れてるの。いや、前もね、ユリを生け込めてやってくれたんです。いや、見てたのね、見てましたね。いや、これでしょ、こういう感じですね、普通ね。ね、絶対うまいことは入んないんですよ。あ、高さが？そう、高さですよ、ね、これね。いや、もうなんか、やっぱりあっという間ですね。いや、普段、うん、できちゃいましたね。できちゃいましたね。商品だから。商品ね。おのおののお店の。スピード、タイミングまでなんですよ。だからどうしてもやっぱりあまり時間かけてね、まずお客様持たせられませんからね、早いですね。というかね、あのあれですよね、スタンドバナーを花束作るのと同じスピードで作れるってすごいですよね。あの人ほら年間1万本、まあそうですね、彼のお店はもちろん大きいんですけど、うん、大きくなっていくまでのそのストーリーを聞いてたら、私ちょっと泣いちゃったことあったんですよ、やっぱり、ね、それだけ努力してるですよね、うん、すごい、うん、なんかね、あれですね、ユリ、ね、うん、を買う量が仲買人さんを超えたらしいですよ。一般のお花屋さんなのになんかベスト10に入ってるって話してた。いや、そこまで言ったら、うち用に何人ぐらい作ってくれっつって全部買うかっていうパターンでいいんじゃない。あるかもしれない、ね、頭切ってピックさせてるのって、あれ実のこと言うと、あの花束にはつぼみいらないですよ。それでそのつぼみがもったいないから、ピックに入れてそれをちゃんと差し込んでるんですよ。うん、なるほどね。あのね、フォーメーションっていうか、そのどうしてもつぼみって頭にツンツン出るじゃないですか、うんうん、そこのところって普通に花束、ああいうラウンド系の花束にしたりなんかすると、うん、ツンツン出ちゃって形崩れちゃうんですよ、うんうんうん、でユリの皆さん、花屋さんがちょっと花、あのぐらいの花束に敬遠する、使わないのはそこなんですよ。あの普通のスタンダードの花束っていうか、長いダウンとした花束だったら使えるんですけど、うん、ああいうラウンド系のものっていうのは使いにくい。いや、それはちょっと否めないです、ね、そう、だからそのピックもね、さっきのね、あのピックって、うん、ある意味ちょっとその花屋さんに対してちょっと提案っていうのもありますよね。
生産者さんにとってはあのプチって頭切られたんですよ。謝れって多分ね、何言ってんだよお前って、あそこの葉っぱも切っちゃったのかっていうのは絶対言うのに、あの皆さんね見てらっしゃる方が言ってるかもしれないですよ。でも結局最低生かせないからね。そうなんです、ラッピングペーパー細かくほどいて斜めに折って横に合わせておくという、いやあれも自分で多分ご自分で切ってらっしゃって、はい、折り目が高く見えましたけども、あの四角くこうやって折って周りをこうやって回して、ね、そう、ね、綺麗ですよね。ユリって特に、はい、あの花びらがセロハンとかに当たると、うん、パキッと花びらが飛んでくるじゃないですか、うん、だからああいう感じで紙で包んであげると、はい、あのくっつかないからいいですよ ね、 なんかね、確かに、しかも、ま、真ん中にね今位置、うん、してありますからね、ユリがね。完了しましたので、もうちょっとね話がつきませんけどももうちょっと言うと話がつきませんが、早速こちらで研究考察の時間と相なります。考察いるこれ、いるよ、いますよ。楽しかった、また見てみたい、そう思っていただいた方にはぜひチャンネル登録、そして、高評価の方をよろしくお願いをいたします。